皆さんこんにちは、アパレローです。今回ご紹介する商品はパタゴニアの2024年秋冬の新作アウターですね。こちらフィッツロイダウンフーディをご紹介していこうと思います。こちらは素早く動くことと、荷物を減らすことが重要な寒冷な天候下での、鉱山とかですね、日帰りのミッションのためにデザインされたのがフィッツロイダウンフーディとなっております。コンパクトに収納できる、中肉ぐらいの分厚さですね。ビレー用のフーディとして最適で、レスポンシブルダウンスタンダード認証済みによる、800フィルパーのダウンが使われております。こちらね、本当に超軽量の、シェルが使われておりまして、耐久性撥水コーティングも施されていますので、軽量ながら、丈夫なリサイクルナイロン素材のような、シェルは悪天候にも対応してくれて、ソフトな肌触りっていうところも一つ大きなポイントとなっております。またヘルメットの着用に対応するフーディーになってまして、アルパインヘルメットの着用に対応するフードはシングルプルの、ドローコードで調節が可能となっております。保温性を高めるハイロフトの襟付きとなっておりまして、フロントのビスロンジッパーは内側にストームフラップが付いておりますので、風の侵入というところもね、しっかりと防いでくれるアイテムとなっております。外側のポケットなんですけども、アクセスしやすいハンドウォーマーポケットが2つと、ジッパー式のチェストポケットが2つ、左側のフロントポケットに本体が収納可能となっております。内側のポケットは、伸縮性の開口部を備えた大型のポケットがついておりますので、本当にめちゃくちゃ間口広い内ポケットがついています。暖かさを封じ込めるっていう点では、伸縮性のステッチを備えたソフトな袖口と2箇所で、調節可能な、コードロック付きの裾っていうところで、雨風のね、侵入をしっかりと、遮断してくれるっていうところもデザインの、大きな、ポイントなんじゃないかなと思っております。でこちら実際着用してるんですけども、身長163センチ、体重54キロで、こちらね、着用 S サイズを着ております。今回ね、ちょっとブラックのみのご紹介にはなるんですけども、身長体型からしまして、個人的にはね、全然この S サイズでいいぐらいの丈感なんじゃないかなと思っております。今はね、ロンティーの上にちょっと着てるんですけども、ちょっと肩周りも身幅に関しましても結構ゆとりはあるタイプとなっておりますので、分厚めなスウェット着たとしても、ニットでもそうなんですけど、全然もたつかずお使いいただけるんじゃないかなと思いますし、非常にね、この袖通しがいい素材となっておりますので、着心地の面に関しましては本当に個人的には抜群なんじゃないかなと思っております。一応裾もね、ドローコードついておりますので、竹管の調節であったりとか、風の侵入というところもね、こちら絞っていただくとしっかりと防ぐこともできますし、ちょっと竹がね、少しこうもうちょっと短い方がいいなとか感じるような時でしたら、絞っていただくとね、全然雰囲気がガラッと変えれるんじゃないかなと思います。あとはね、ネックの高さに関しましても、本当にマフラーいらずで、上まで締めてもね、首の短い僕でも全然顔に当たらず、お使いいただけるので、そういったところのね、ストレスも非常に、全くなくて、すごくね、個人的にはそこは大きなポイントかなと思います。またこちら内側のね、内ポケットの間口も、めちゃくちゃ広めになっておりますので、非常に物のね、出し入れっていうところは、しやすくお使いいただけるんじゃないかなと思っております。その分ね、あんまり入れすぎてしまうとちょっとね、見た目のところがちょっとボコッとなっちゃうので、あんまりね、正直物は入れない方が、スッキリ感はあって綺麗なんじゃないかなと思います。でこちら同じ、アイテムでちょっとサイズ1サイズ上げて M サイズを着てみました。 M になるとね、やっぱりちょっと大きいのはもともと分かってたんですけども、なんとなくのね、緩めに着たい方用への、ご参考になれば個人的にも、嬉しく思います。どうしてもね、この着丈はなんとかドローコードで調節はできるんですけども、その分ね、肩周りであったり、あとはね、身幅のところであったりとか、そういった部分が、ちょっとね、ゆとりが出すぎるっていうところは、ワンサイズ上げるとっていうか、オーバーサイズに着てしまうと、起こりうる症状ですので、その辺だけね、ちょっとご参考になれば個人的には、少し嬉しく思います。着丈に関しましては、先ほども申し上げましたが、ドローコードグッと上げると、本当にね、ワンサイズ下ぐらいまでの、調節は可能かと思いますので、その辺だけ、ちょっとね、ご覧
覧いただければなと思っております。もうとにかくこれはめちゃくちゃ軽くて非常に使い勝手もねいいアウターとなっておりますので、まあ、こういったねシンプルなアウター探されている方、フードのねあるなしは、ちょっとねやっぱり個人差好き嫌いはねもちろんあるかと思いますが、まあ、デザイン上本当にねあのコーディネートも非常にしやすくて、流行り廃りもなくてとにかく軽くて、まあ、本当にこれで撥水の、コーティングもされてるっていうところのね機能性もしっかりと持ち合わせた、ダウンとなっておりますので、まあ、ちょっとねあの先物がいいというわけではないですけども、アウター探されている方の、まあ、一つの選択肢として、ちょっとね考えていただければ、個人的にもいいんじゃないかなと思っております。まあ、お値段がねちょっと5万オーバーと、まあ、決してねお安くないお値段となっておりますので、まあ、気になる方はねぜひ一度あのお近くのお取り扱い店舗でお袖通していただければ、まあ、こちらの軽さであったりとかこの使い勝手の良さっていうところは少しでも体感したいしていただけるんじゃないかなと思っております。まあ、パタゴニアのアウターもねあのここ何日か連続でご紹介させていただいてるんですけども、まあ、本当にねそれぞれの良さがありますので、結局どれが一番やねんっていうところはねあのなかなか決めかねる部分ではあるかと思うんですけども、まあ、本当にあの人それぞれのもちろんね用途によっても変わってくるかなと思いますので、まあ、その辺はちょっとねあのそこを重きに置いて動画ご覧いただければ個人的にもすごく嬉しく思います。2024年南下の秋冬のダウンですね、こちらオーロラテックスタンドカラーダウンジャケットをご紹介していこうと思います。あの去年もご紹介してたんですけども、スタイリッシュなスタンドカラーのオーロラテックスのダウンとなっております。まあ、特徴としましてはスッキリとした印象のシンプルなネックデザインを持つ南下定番のねモデルのスタンドカラーのタイプとなっております。で今シーズン2024年秋冬からですね新たに XXL というサイズと、ミドルブラウンカラーというところが新しく追加されております。まあ、と言いながら今回ご紹介してるのブラックのみになってしまうんですけども、まあ、気になる方はねあのオフィシャルの、ホームページとか見ていただければ、お色はねご確認していただけるんじゃないかなと思います。また耐水性と、透湿性に優れた南下のね独自の防水透湿素材オーロラテックスが、生地として使われております。もう本当にコーディネート選ばず街でも、アウトドアでもね本当に両方で使えるアイテムとなっておりますので、幅広いシーンで活躍するんじゃないかなと思う万能な、ジャケットとなっております。まあ、コンセプト的にはいつでもどこでもちょうどいいをコンセプトに作られた南下定番の万能なダウンジャケットとなっておりまして、まあ本当にねあのフード付きタイプよりかはスタイリッシュなコーディネートにこちらねしっかりと馴染んでくれるアイテムかなと思います。カジュアルからまあめちゃくちゃフォーマルはちょっと厳しいですけども、まあやや切れ目なスタイリングにでも幅広いスタイルに合わせて使いやすいっていうところが魅力の一つで、スタンドカラーのタイプは他のアイテムと重ね着する際にも便利でね、あのカジュアルなスタイルで、まあフーディーとかでもギリギリまあいけるかなと思います。前回ご紹介したねパタゴニアのダウンベースというよりかはネックの部分はね、まあ、しっかりとダウン詰まってるんですけども、まあそんなに張り感がないんですので、まあ帽子入れたとしても、そんなに立ち上がってくることはまだマシかなと思っております。まあ、長年にわたり多くのファンに愛され続けて、今シーズンはねあのサイズの展開も増えましたので、まあ、いろんな方でも、お使いいただけるんじゃないかなと思います。ということで実際こちら着てみたんですけども、163cm54kg で、まあ、これもね本当にちょっと大きいサイズしかなくて非常に、もう何の参考にもならなくて申し訳ないんですけども、まあなんとなくの、もう本当にこう着ると大体こんな感じだよっていうところだけ、お伝えできればなと思って、着ております。 M サイズなんですけども、まあ、本来はね僕も全然 S か XS でもね全然 XS はないですね、 S サイズで全然いけるぐらいの、サイズなんですけども、まあ、本当にね使い勝手は、めちゃくちゃいいアイテムとなっておりまして、まあ、気持ちねゆったりめなサイズ感となっておりますので、まあ、大体ハーフサイズ上ぐらいの、感覚で思っていただければいいんじゃないかなと思っております。一応裾にはねドローコードついておりますので、まあ、こうやって絞ってしまうと、まあ、着丈に関してはねあの問題なくいけるかなと思うんですけども、どうしてもねやっぱり肩の部分であったりとかっていうところがね生地かなり余っちゃっておりますので、こう着られてる感っていうところはねどうしてもここの部分に関しては拭いきれないので、まあ、やっぱりジャストで、ジャストというかあの普段選んでいただいてるサイズ選んだ方が、絶対いいかなと思いますので、まあ、ちょっと大きめだよっていうところだけ、覚えていただければいいんじゃないかなと思っております。
一応フロントはダブルジップになっておりますので、ちょっとねこう下だけ開けて、インナーチラッと見せる着方もこちらはね、できますし、あのジップに関しては全て、止水ジップとなっておりますので、まあそういったところもねアウトドアシーンでも、しっかりと活躍してくれるんじゃないかなと思っております。チストポケットもね結構間口かなり広めな、タイプとなっておりますので、貴重品等は、こちらにね入れていただければいいかなと思います。内ポケットはねついておりませんので、その辺は、注意でございます。でちょっとね今あのタグが引っかかっちゃって申し訳ないんですけど、この後しっかりとねしっかりとと言ったらあれですけど、あのちゃんとジップは、取れましたのでご安心ください。はい、ということでねこちら本当に優れた防水性と快適さの、合わせ持ったダウンジャケットとなっておりますので、まあ、本当にね重ね着も非常にしやすいですし、山やキャンプといったアウトドアシーンもしっかりとね活躍してくれるアウターとなっております。まあ、ニットとか結構分厚めなものを着てもね全然もたつかずお使いいただけますし、非常に滑りがいい裏地となっておりますので、まあ、袖通しもねかなりスムーズにしていただけるんじゃないかなと思います。またこちらね腕部分は立体的なカットで動きに合わせて、非常にねあの追従してくれるような感じのデザインとなっております。また羽毛が潰れないように工夫された縫製に施されているため、まあ、保温性っていうところもねしっかりと保ってくれますし、今まで南ガで作られた羽毛製品のノウハウを落とし込んだ設計となっております。まあ、本当に冷気の侵入もねしっかりと防いでくれますし、高めにこう設定されたネック部分はねもう本当にマフラーいらずで、しっかりと首元も暖かく保ってくれるっていうところがね、非常にこの機能的な部分も、兼ね備えた、これもね本当に流行り廃りない、感じのアイテムとなっております。結構ベージュとかねめちゃくちゃおしゃれでかっこいいんですけども、非常にね個人的には、黒はやっぱり推しのカラーですので、まあ本当に流行り廃りなくて、長く着ていただける、ダウンジャケットなんじゃないかなと思っております。一応サイズ展開が S サイズから、今シーズンから追加された XXL っていうサイズですねになっております。お値段が税込みで 44,000円と、まあまあ、比較的こちらに関しましてはコスパはね、すごくいい方なんじゃないかなと思いますし、もう毎シーズン、人気のアイテムとなっておりますので、気になる方はね、ぜひ、チェックしていただければいいかなと思いますし、お持ちの方もね、まあ、もしかしたら、結構いらっしゃるかもしれませんが、まあ、あんまりね、ノースフェイスとか、まあ、人とあんまりこう、被りたくないよって方とかは、まあ、ナンガもね、有名ですけども、まだノースフェイスとか、パタゴニアに比べると、まあ、てらっしゃる絶対数の人数は、少ないんじゃないかなと思いますので、ぜひね気になる方はこちらね一度、着てみてはいかがかなと思っております。ノースフェイスパープルレーベルの2020年秋冬新作ですね、こちらマウンテンショートダウンパーカーをご紹介していこうと思います。こちらブランドの定番素材、ミッドウェイとベイヘッドクルースを使用した、マウンテンショートダウンの、パーカーとなっております。糸はオーガニックコットンとリサイクルポリエステルのコンボ生地となっておりまして、撥水加工を施すことで機能性がさらにプラスされております。裏地には三重デニールリサイクルポリエステルリップストップが、採用されておりまして、中の綿なんですけども、こちら高電子ダウンは、人の体から出ている遠赤外線、まあ、体温ですねを、こちらをね体に戻すことで自然な暖かさをキープしてくれる、非常にね、着ていて暖かいダウンとなっております。デザインは70年代にリリースされたノースフェイスのダウンジャケットがベースに、シルエットやディティールを今っぽくアップデートされたような感じとなっております。袖口はインナーカフ仕様で、まあ、しっかりとね袖から風の侵入というところも防いでくれるようなところと、ノースフェイスの、ロゴが刻印された、ドットボタンが使われております。着丈はもう商品名にある通り、ショートダウンとなっておりますので、程よいショート丈のバランスと、身幅はね結構ボリュームがあるような形となった、オーバーサイズの、シルエットとなっております。結構ねこちらご予約取ってらっしゃる店舗さんとかもありますので、ぜひね気になる方はそちらも、見ていただければいいかなと思います。
こちらね、多分去年ちょっと去年よりね若干だけ値上がりはしてるかと思うんですけども、まあ、非常にこの軽くて暖かくてっていうところで、まあこの着丈に関しましてはね若干好き嫌いがあるかなっていうところは正直あるんですけども、まああのスタンダードなものが欲しいよって方は正直あんまり向かないかもしれません。まあ、結構本当にね着丈が短めな感じで、もうインナーのとのバランスであったりとか、まあ、あのパンツのねシルエットというところもこちらはねあのワイドパンツとの相性は非常にいいかなと思いますので、まあ、細めでも全然いけるんですけども、まあ、個人的にはねあの中ぐらいの太さか、ワイドパンツの、相性はねめちゃくちゃいいかなと思いますので、そういった、シルエットがお好きな方はかなり向いてるアウターなんじゃないかなと思っております。でこちら実際着てみたんですけども163センチ54キロで今 S サイズを着用しております。まあ、中のねロンティがちょっとあの多分 M サイズちょっと大きめな M サイズのロンティ着てるんですけども、まあ、丈がね結構こんぐらい出ちゃいますよっていうところはねご覧いただければわかるかなと思います。でインナーカフはねこちらボタンついてる感じで、まあ、このねあのインナー自体も、かなり伸縮性ありますので全く締め付け感もなくて、しっかりとね風の侵入を防いでくれるっていう保温の効果はめちゃくちゃあるかなと思います。で裾はね両サイド、ドローコードついておりますのでこちら引っ張っていただくと、丈感の調節であったりとか風の侵入も、こちらから防いでいただけますよっていうところが一つポイントとなります。でフロントは一応ダブルジップになっているのと、その上にねロゴの、刻印されたドットボタンが、使われております。まあ閉めるとね結構こんな感じで身幅の、結構若干あの開けた感じよりかはすっきり見えるかなっていうところですね。まあ163センチであの気持ちね後ろ下がりな、イメージなんですけども、前の丈はね本当にあの腰ジャストっていう感じですので、まあ、身長高い方でしたら結構バランスはねなかなか、取りづらいところも正直あるかもしれませんね。でこちら、ちょっとダブルジップなんで下だけ開ける着方でもいいですし、まあ、ボタンだけね止めて、ジップをちらっと覗かせる着方っていうところも楽しんでいただけます。で内ポケットはね一応こうあの間口2つあって、こちらねあのしっかりと分けられておりますので、まあ、あの物をこう区別するには非常に便利かなと思います。まあ、開けた感じはね少しこう丸みがあってボリュームが出るような感じのサイズ感となっておりますので、まあ本当に冒頭でも申し上げましたが今っぽい感じのシルエットで着たいよって方とかねめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思います。一応ねもう一色カーキの方もあるんですけども、ちょっと今回黒しかご紹介してないんですけど、このカーキの色もねすごく個人的にはかっこいいカラーかなと感じております。ちょっと深みのある感じのカーキなんですけども、まあ、黒はね本当に鉄板で合わせやすくて、まあ、飽きのこない感じというところで、まあ、悩んだら個人的には黒一択かなというところは正直あるんですけども、まあ、皆さんはねあのどうだったか、またご意見コメントいただければなと思っております。でこちらねフロントは、ロゴの、刻印されたボタンで、前はフロント、ダブルジップですね。で内ポケットは、2つありますよっていうところで、まあ、こういったところもねちょっと、スマホであったりとか、まあ、AirPods であったりとかちょっとね荷物、こまごました荷物をねちょっと分けるのには非常に便利かなと思っております。フロントのポケットはねしっかりとハンドウォーマーになってますので手の保温性っていうところも、ちゃんとなっております。でドローコードで裾が調節できますよっていうところですね。肩のところのねこちらのポケットはもうディティールだと思っていただいた方がいいかなと思います。まあ、取り出しにくいですし、あんまりねこう入れてしまうとシルエットも崩れやすいかなと思いますので、まああんまり使う頻度はないかなと、個人的には思っております。特にねこのインナーカフはねめちゃくちゃ、しっかりとしてますので個人的にはすごくポイントが高いかなというところと、まあ、ネックの部分はね首に当たるところはしっかりとフリースに、なっておりますので肌触りも非常に良くて、袖通しもいい、裏地となっております。結構ねボリュームはしっかりとあるアウターとなっておりますので、スッキリ面が好きな方はねちょっと向いてないかもしれませんが、まあ、ある程度ボリュームがあってちょっと今っぽいアウター欲しいなって方とかはね結構ドンズバなデザインなんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
はい、ということで今回ご紹介してきましたノースフェイスパープルレーベルの2020年秋冬の新作ですね。こちらマウンテンショートダウンパーカー、ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。一応値段がね税込みで 75,900円と、昨年よりね若干だけ値上がりは、してるかと思いますが、まあ、本当に、生地感であったり機能性、デザイン性というところは、まあ、特にデザイン性はねしっかりと、レベルが高いアウターなんじゃないかなと思いますので、気になる方はねぜひチェックしてみていただければなと思います。顔周りもねめちゃくちゃしっかりと、高電子ダウンが入っておりますので、もう本当にマフラーいらずで暖かくね、過ごしていただけるんじゃないかなと思います。まあ、フードもねしっかりと、形もねかなり綺麗な感じでキープできますし、かぶってもね、本当に顔周り、かぶらすぎないような、感じの、深さとなっているというところもねすごく良かったなと思っております。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで次の動画までまた、さようなら。